NF の親子関係のお話をしたいと思います、はい、ザ・アイデアリスト・ハーモナイザー。このハーモナイザーというのはあるものを他のものと協調的に結ばせるっていう役割をやってるというか、もうこれは勝手に、はい、勝手にやってる人ですよ、誰も頼んでねえって話ですよ、はい、仲介してなんて、やりたい人得意だと思ってる人、はいはい、うまくいく時もあればうまくいってない時もあると思います、うん、このザ・アイデアリスト・ハーモナイザーはですね、親としての役割において、この理想主義者アイデアリストは子供と親密で調和の取れた関係を築こうとします。この NF の親は子供の人生と肯定的な自己イメージの成長に親密に関わりたいと考えているため、大人になってからも子供と連絡を取り合い、親密な関係を保つためにあらゆる努力をします。このような抽象的なタイプにとって肉体的な絆は驚くほど重要である。アーティザンが手を出さない親になりがちだとすれば、まあ、手を出さないっていうのはあまり世話を焼かないっていうか、はい、不必要な世話は焼かないでしょうね、はいはい、アイデアリストは文字通り手を出す親であり、ハグ、撫でる、背中をさする、頭をかくなど肉体的な愛情表現はアイデアリストにとって非常に大切なものであり、元祖触りん坊、触れん坊、何て言うんだろう慌てん坊みたいな表現ですね、はいはいはい、触れん坊の親となると。しかしそれ以上に重要なのは精神的感情的な絆である。理想主義者の親は幼い頃から子供と語り合い、特に夢や空想について語り合います。悲しい時には NF はしばしば子供のカウンセラーとして、あるいは少なくとも忍耐強く理解ある聞き手として、子供が自分自身について良い気分になれるよう常に願っていますと、まあ、私もよく娘2人なんですけど、はい、その3歳4歳の頃は髪の毛を乾かしたものです、はい、ドライヤーをかけて、はいはい、あ髪の毛ってこんな感触がするんだねって言いながら、はいはい、そうするとまあケラケラって受けるんですよ、ねはい、パパないもんねとか言って、はい、もう今そういうのができなくなってしまって、はいはい、寂しい、もう早く孫を、はいはい、だからもう今、まあ、嫁ちゃんの妹はまだちっちゃい子供とかいるので、はいはい、ちょっと抱っこさせてとかって、はいはい、抱っこしたりはしてますね。で、この理想主義者の親はまた家族全体の調和を図るために絆を深める努力を惜しみませんと。協調的な性格の NF は家族内の相互配慮を促進することに気を配り、子供たちが口論をしないように求め、兄弟や他の家族のニーズを満たすために気を配るだけでなく努力もちゃんとしますと。家族の調和を求める理想主義者は時に家族の外交官や平和の番人のような役割を担うことすらあると。家族全員が幸せで満たされ、全ての感情的ニーズが満たされ、優しさが勝っていることを確かめたいと願うが、それは不可能で、ほとんど感謝されることない仕事であるため、NF を悲しませることもあると。幸いなことに理想主義者の子供に対する愛情は無限であり、どんな困難も新たな熱意で乗り越えていきますと。なるほど。私 NF を自覚してるんですけど、はい、別に報われないからって悲しくないですけどね、はいはい、それが父親だからっていうのがあるからじゃないですか、っていうので酔えるじゃないですか、はいはいはい、メンター型理想主義者 ENFJ と INFJ は子どもに対して積極的に指導やカウンセリングを行う傾向があり、自尊心、自信というこの全てにおいて子どもの成長を促すことに非常に精力的であると。最も充実した幼稚園を探したり、子どもに旅行体験をさせたり、美術や音楽のレッスンを手配したり、子供を演劇やコンサートに連れて行ったり、本や思想について語り合うよう促したり、友達との付き合い方について子供と話し合ったりしますと。なるほど。
で、擁護者である ENFP、INFP もまた、子供に健全な自己イメージを育てようと決意し、認知的、社会的成長の機会を常に警戒していますと。しかし、これらの理想主義者たちは、おそらく他の人々よりも強く子供たち、子供の道徳的、精神的な成長に関心を寄せ、子供との間にさらに緊密な理解の絆を築こうと努力し、自分の理想の純粋さを子供に植え付きたいと願っていますと。みんなそんなに子供たちには言わないんですかね。僕、はい、はい、あまり何て言うんだろう、アドバイスはないですけど、こういうことしたらとかは聞いてきたらですね、その程度。私もそうですけどね、多分、はい、違うのかな。なんかこうするといいなと思ってやったりするじゃないですか。は出ると思います、はい、はい。ギター置いといたり。あ、ギターは子供の部屋に置いてあります。はい、そういうことをするじゃないですか。全くやってないですけどね。はい、そういうことじゃないですか。なるほど。そういうのあんまりしないんですね。なんか例えばギターをやりたいとか言えば、なんか調べてこれやりたいって言ったんですよ。でも言ったんだ。はい、あったらいいなって言ったんですよ。ああ、いいねって、うん、買ってあげるよって。でやるのみたいな。やるんだったら買ってあげるよぐらいの。やるとは言ってないです。で僕も欲しいから。はいはいはい、まあ、僕もやらなくなりましたけど。はい、難しいですね。あんまり皆さんそんな、その子育てにおいてあまりやってあげるとかはないんですね。やってって言われれば、じゃあそのぐらいのギターがあるといいなぐらいだったら、それは欲しいってことってやるのって。ああ、やるのはプレッシャーですよね。やるのって聞きますよね。やるなら買ってあげるけど。聞きませんね。なんかそれが素敵な親だと思ってたので。わかんないですけど。わかんないです。確かに。猫松さんごきげんよう。 NFSJ の悪いところは、成長しても本質的には所有物扱い、絆という言葉で縛ると。なんかリン様は NFSJ の人になんかいたずらかなんかされたんですかね。まあお互い様って話ですからね。まあまあそうなんでしょうね、うん。あ、ジラフシさんごきげんよう。髪を解いてあげるという単純動作に NF 的な意味を見出す感じですねと。そばから見たらわからないですけど、どこか伝わると思ったりすると。あ、なんかその愛情表現みたいな感じっていう意味を見出してるってとこですよね。ただ髪の毛を乾かしてるじゃなくて、これが父親なんだみたいな。触れ合いですよね。触れ合いとか、なんかいろいろ意味を見出してるっていう、まあ、NF っぽい感じ。絶対そんな走馬灯で出ますよ僕。死ぬ前に。はいはい、こういうことしたなみたいな。そう、あ、結婚の時にこういうのを思い出すんだろうなって。え、みんなそんな考えずに楽しく生きてます？まあ、なんか結婚の時にとかは思い出すかもしれないですけど、はい、乾かしてる時は乾かしてますよ。いや、そうです、はい。いや、まあ、あとは僕の場合はその髪の毛ないので、その発見もあるわけですよ、はい。あ、こういう手触りなかなか乾かないとか。はい、現代人は忙しいのであまり子供とか関わる時間がないと。はい、もったいないですよね、本当にね。こればっかりはもったいないと思ってます。 NTSP は環境を作ってやるのが愛、NFSJ は健全な自分を分身を作るのが愛なのかなと。やっていうとね、僕は、はい、みんなピグマリオンはやってるよねっていうのは思ってるんですけど、はい、で自分自身というよりも、まあやってないですもんね。やりたいけど我慢してるみたいな。二等兵の話を聞いてると、はい、もうやりたいけど我慢してるみたいなのが結構多いじゃないですか。我慢。ただ自分自身を作りたいわけじゃなくて、はいはい、あの、いい方向に、僕が思ういい方向に進むのはこうだよは、はい、言ってあげたいよねとは思ってます、うん。はい、でも言っちゃいけないかなって言って我慢してる部分も結構あるじゃないですか。言っちゃいけないよねは漏れてるところはあると思うんですけど、はいはい、それは SJ さんほど、私は多分父親が SJ 的な感じで、はいはいはい、こうだ、はいはい、ドンみたいなのがあったので、はい、うん、それは
嫌だなと思ってたので、まあ、こうだって言っていいのかっていう葛藤が入りそうですもんね。僕は間違ってるしねもありますしね、はいはい、そうじゃないかもしれない、はいはい、